三菱、MiEV は、三菱自動車工業が2006年10月に発表し、2009年6月4日に量産製造を開始し、2009年7月下旬から2021年3月まで、法人を中心に販売された電気自動車である。大きな蓄電量を持つリチウムイオン二次電池を用いた世界初の量産電気自動車である。2010年末にはグループ PSA に OEM 供給され、プジョーアイオン、シトロエン C0 の社名で欧州市場において販売された。2009年6月5日に正式発表され、同年7月下旬から法人を中心に販売開始され、2010年4月1日から個人向け販売も開始した。本車両の発売により、三菱自動車はライバル企業に先駆け電気自動車の量産化に成功した。軽自動車である三菱iを母体にガソリンエンジンに変え、永久磁石式交流同期電動機と重量 200kg のリチウムイオン二次電池パックなど、MiEV 技術や回生ブレーキなどを搭載。走行中には二酸化炭素の排出がなく、使用エネルギー単価もガソリン車である i より低く抑えられる。新規開発した電気自動車統合制御システム MiEV OS を搭載し、モーター、インバーター、バッテリーを総合的に管理している。充電は3小、交流 200V を電源に用いた急速充電のほか、家庭用の単層交流 100V、または 200V による普通充電にも対応している。バッテリーの製造は、電気自動車用電池の開発、製造専門の会社として GS ユアサコーポレーション、三菱商事、三菱自動車がそれぞれ出資して設立したリチウムエナジージャパンで行っている。なお、ベース車の i は2013年限りで生産終了したが、MiEV は EV 専用車として強化する方針を示していた。2018年4月の一部改良で全長が 85mm 拡大され、登録車扱いとなった。三菱iのリアシート後方に搭載されていたガソリンエンジンを従来型の永久磁石式同期電動機に置換。減速ギアとデファレンシャルギアを介して、後ろの二輪を駆動し、64馬力、41馬力のネット出力を得ている。レスポンスが翼行出力で、高トルクという電動機の特性を活かすため、専用の制御ソフトウェアを搭載し車載ECUで制御している。発売当初の車両本体価格は、税込み 459.9 万円で、国の EV 補助金を適用すると、実質負担額は 320.9 万円である。販売目標台数は、2009年度で1400台とされていた。2010年4月1日からの個人向けの販売の開始にあたり、車両本体価格を 61.9 万円引き下げ、398万円となった。2010年度も国からの EV 補助金の交付が行われ、実質負担額は284万円となる。販売方式は法人向け販売と同様に、メンテナンスリース方式を基本とする。同年5月6日に決定した MMC ダイヤモンドファイナンスの支払いプランの1例では 233.1 万円を一時払いリース料として支払った場合、月額リース料が 7,000 円となり、電気代と合わせても i のガソリン代とほぼ同額の月額1万円程度で済むことになる。なお、様々なニーズに対応するため、いくつかのプランが設定されており、一時払いリース料なしのプランから、一時払いリース料を 250.0 万円とすることで、月額リース料を約 3,400 円までに下げることが可能である。また、このリースには、各種税金や点検、車検の諸費用があらかじめ組み込まれているため、点検、整備を受けながら月額費用を平均化することができ、補助金申請手続きをリース会社で実施するため、個人ユーザーの負担を軽減できるメリットがある。なお、リース満了となった場合、車両を契約時に購入選択権付けリースを選択することで、設定した金額での購入、再リース、返却を選択できる。ただし、購入選択権付けリースを選択しない場合は、リース満了と同時に返却となるので注意が必要である。また、同年11月4日の一部改良に合わせて、現金販売を開始するとともに、現金購入のユーザーにも安心かつ確実な点検、整備を受けられるように、メンテナンスパック、ハーティプラスメンテナンスを設定した。2011年7月のマイナーチェンジで2グレード体制となり、廉価グレードの M は260万円、上級グレードの G でも380万円と、さらに車両本体価格が引き下げられた。さらに、国からの EV 補助金の交付が行われることにより、M の実質負担額は188万円となった。2013年11月の一部改良で、廉価グレードの M は 245.91 万円、G に代わって新たに設定された X は 290.115 万円と、車両本体価格がさらに引き下げられた。これに、申請が必要となる平成25年度クリーンエネルギー自動車等、導入対策費補助金の上限交付額を受けた場合、M の実質負担額は 171.91 万円となった。2014年4月に消費税率が変更されたことに伴い、M は 252.936 万円、X は 298.404 万円に値上げとなったが、2014年10月の一部改良により、再度値下げを行い、M は 226.152 万円、X は 283.824 万円となった。2018年4月には、小型車になると同時に、グレードは X のみに統一され、価格は税込み 294.84 万円で、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金が 16.4 万円となっている。2019年10月の消費税率改定に伴い、本体価格はそのままに、税込み価格が 300.03 万円となった。また、MiEV は5年目以降の車検入庫時に、保証延長点検を受けることで適用される、最長10年10万 km 特別保証延長の対象車種で、法人向けリース販売開始日に遡って適合される。三菱自動車ディーラーの店舗で充電が行える体制を整備している。急速充電器は各都道府県の三菱自動車工場や主要幹線道路付近のディーラーに設置が進んでいる。三菱自動車以外の充電インフラとしては、同社も会員であるチャデモ協議会が推進するものや、大阪府、神奈川県など地方自治体が主導するものもあり、地域によってはそれらの充電コンセントや急速充電器を活用することで実用的な運行が可能となりつつある。また、日産と三菱は互いの販売店で他社車両への充電サービスが行えるよう協力関係を結んでいる。MiEVは2008年2月以降だけでも延べ29万5000 km。5億件の走行データが収集された。これはガソリン車とは比較にならない膨大な量で、このために日本の電力会社7社と提携して40台の試験車を供した。その際、三菱モバイルフォンオペレーションシステム、MAMOS を介して環境や使用条件が性能にもたらす影響を調査し、改良に生かした。また、運転者からの意見も取り入れ、残りの走行可能距離を 1km 単位で知らせる表示機能などを追加した。社長の益子治は2007年10月から試験車を宣伝を兼ねて社長車として用いた。時にホテルなどで怪しい車と判断されて入場を断られることもあったというが、延べ 6700km を走行した。MiEVは、三菱イノベーティブ EV の略であるが、もともとは、三菱インホイールモーター EV の意味であった。コストの関係で、インホイールモーター技術を採用することができず、仕方なく、イノベーティブに変更したと、シテックジャパン2011にて益子が語っている。量産や販売を先行することで、ノウハウをいち早く積み上げることを狙った同社が、収益に寄与するまでには何年もかかると見込まれている。損益分岐点は年間販売3万台に対し、生産計画は2009年度に2000台、2010年でも8500台でしかない。これは、電池の生産能力にボトルネックがあるためであり、数百億円の投資などを経て、同社では2012年度以降の黒字化を目指している。その一方で、整備にも課題を残す。ユニット交換が主体となるため技術的なハードルは低いが、その分高価になると予想される。また作業のためには、従来は不要だった感電を防ぐためのゴム製、絶縁体作業着や電気取り扱いの知識などが求められ、同社では技術研修会の開催など整備士教育に努めている。プジョーイオンプジョーとシトロエンは2009年後半に相次いで MiEV の OEM 車を発表した。プジョー車はイオン、シトロエン車は C0 という名称になる。2010年末にヨーロッパで発売された。日本国内向け MiEV からの変更点はフロントバンパーが大型化され、全長が 85mm 拡大されている。それ以外の内容はほぼ変更されていない。なお、MiEV のヨーロッパ使用車も、同型のフロントバンパーが装備される。三岡自動車は2010年4月に、MiEV をベースとした、電気自動車、ライクを発表した。乗員定数を5人に変更し、前、後部を、独自のデザインとしている。2010年11月、ロサンゼルスオートショーにて、北米使用車が正式発表された。日本国内仕様や、欧州仕様とは大きく異なり、全長が 285mm、前幅が 110mm、前後が 5mm 拡大された専用車体を使用する。2011年11月から一部地域で発売。その後、2012年6月に全米で販売された。2017年に北米での販売は終了。2012年5月、三菱はパイクスピーク。インターナショナルヒルクライムに MiEV のコンポーネントを流用したプロトタイプ MiEV エボリューションと北米仕様を MiEV で参戦することを発表した。北米仕様 MiEV はベッキー・ゴードンが運転し電気自動車クラス6位で完走した。ありがとうございます。